こんにちは、カナダトロント居酒屋十安西十です、今日は、豚の角煮を作りたいと思います。用意するものはこちらになります。豚バラ、スーパーで売ってるのは皮がついてますから、皮の取り方からやりましょう。あと臭み消しで生姜とネギ、あと茹でる時のこれは米の鶏汁です。はい、それでは最初に、豚バラの皮を、取ります。スーパーで売ってる場合、この皮付き結構抵抗があると思うんですけれども、簡単に取れます。よく見ててください。はい、最初皮目を下にします。で、ここの層をよく見てください。皮、油、ここのところに包丁を入れます。よく切れる包丁で、何も考えず奥から手前、奥から手前をずっと繰り返していきます。はい、きっかけを作ります。皮を切らないようにゆっくりゆっくり。はい、まずここできっかけを作りました。はい、そうしたらこの奥から手前をずっと続けます。はい、ゆっくりでいいですよ。少しずつ奥から手前で、お肉をちょっとずつ起こしていきます。奥から手前で、気持ち下に力を入れてください。下にこの包丁が浮いちゃうと、こうなったりこうなったりすると皮が切れてしまったり、身を余分に取ってしまったりするので、皮にピタッとつけて奥から手前、奥から手前、これをひたすらずっと続けます。下にちょっと力を入れて、はい、身を起こします。はい、ギコギコしないで、ただひたすら引くだけ。はい、引くだけ。この作業をゆっくり。はい、奥から手前。角煮にする場合は、皮付きでもいいんですけど、皮を取ってしまうとその後いろいろ応用とか、まあ普通に豚バラとして使えますので、皮を取っちゃいます。はい、はい、もう一度終わりますよ。奥から手前で、でここまで来たら、はい、ここは最後はヒュッヒュッで、皮が1枚きれいに取りました。はい、そしたら皮がきれいに取りました。今日は角煮を作りますけど、スライスにして生姜焼きにしたりとか、カレーにしたりとか、何でも応用が効きます。とりあえず皮を取るっていうのをやってみてください。はい、そしたら次、この豚バラを塊のまま焼いちゃいます。フライパンを熱します。油はいりません。で、フライパンを熱したら皮目からいきます。ジューッジュー、全体をムラなく結構しっかりめに焼いてください。ここで、下茹でしてると煮崩れ防止、あとその味が乗りやすいようにします。あと余分な油を落としましょう。1,2,3,4,5,6 焼くのは、6面、表裏この四隅6箇所もうしっかり焼きます。もうちょっとしっかり焼きましょう。油跳ねるから気をつけてください。返すとき気をつけてください。油跳ねますよ。はい、表裏側面も焼きます。これ本当気をつけてくださいよ。はい、反対の側面。
はい、綺麗に焼き上がりました、次は下茹でに入ります。はい、鶏汁、米溶いた時の汁、なかったら水でも構いません。鶏汁だと柔らかくなるとか余分な油を落とすとか、ぬかを入れたりする人もいます。なければ水で構いません。はい、匂い消しで生姜とネギ入れます。豚バラ入れます。これで大体2時間を目安に下茹でします。はい、この感じで2時間、下茹でします。お湯が少なくなってきたら、足してください。はい、それでは2時間経ちました、金串、竹串、何でも構いません。抵抗なくスーって入るようになったら OK です。よいしょ、だいぶちっちゃく縮みました。はい、これを一旦粗熱を取って冷蔵庫で1時間冷ましましょう。粗熱を取って冷蔵庫で1時間寝かしてものがこちら。これを切っていきます。四角く角が立ってるのがかっこいいと思います。必ず冷ましてから切ってください。こんな感じ。はい、これを四角く切ります。角煮だから四角い方がいいと思います。豚を煮ていきます。こっち合わせ汁、合わせの調味料、水が500、酒が 100cc、 醤油が 200cc、 砂糖が 100g、 それを合わせて沸かしてください。そこに豚肉を入れていきます。ごぼう、これ下茹でしてません。生のごぼう、お祝いでゆで卵も入れちゃいます。強火でガンガンいきましょう。30分経ちました。出来上がりで、途中でいろいろ野菜つい興奮して入れちゃいました。それではじゃあ盛り付けいきます。トロットロ、はい、完成。よいしょ、簡単なので、ぜひご家庭でもお試しください。また来週。Thank you.